おそ松さん、六つ子のお仕事体験ドラマツ CD シリーズ第一巻、おそ松&一松占い師。もしも一松が占い師だったら。よし。すみません。どなたか。いらっしゃいません。か。なんなのここ。占いの館へようこそ。いや、すでに館じゃないし。何ここどうなってんの。めっちゃ間取り気になるわ。家賃大丈夫なのって一松、はあ、おそ松兄さんの反射神経の悪さにはヘドが出るね。ヘド松だね。残念でした。ヘド松は俺じゃなくてカラ松ですから。っていうか何してんだよ占い師。おそ松兄さんは客。え、一松くん、君占いとかできましたっけ。ああ、まあできるかできないかって言ったらできる気がする。気持ちの問題。できるかできないかの問題じゃなくて、やるかやらないかが大切だって偉い人が言ってた。偉い人誰。いや、客としては当たるか当たらないかが問題なんですけど。当たってると思えば当たってるし、当たってないと思えば当たってない。曖昧なの来たな。信じる者は救われる。怪しさがとどまるところを知らない。わかった。じゃあそなたの昨日の夕飯を当てて死んぜよ。ちくわ。当たってる。そして唐突にキャラ出してきた。昨日のそなたは一日かけて漫画雑誌の色付きのページが各色何枚あるか数えておったな。キャー、どうしてわかるのーって。わかるよね、家族だから。昨夜一緒にちくわ食べたよね。カラーページ、緑色がチョロ松担当で、ピンクがトド松担当で、黄色が十四松で、それを書き出したの一松だよね。全然占いじゃないじゃん。あるでしょ、なんかもっとこう生年月日とか星とか血液型とかご先祖様とか文鳥とか、お箸みたいなのジャラジャラするとか、ガラスみたいなのぐるぐるするとか、紙みたいなのシャシャするとか。後半適当に言ったな。贅畜と水晶玉とタロットね。しょうがない。じゃああるの。やだな、もう出し惜しみして。早くやってよ。ヒュッヒュッ。何それ。誇り占い。小銃とかよ。今度はなんだよ。猫毛占い。変わんないよ。だいたいおそ松兄さんが相談したいこともわからないのに無理だよ。私おそ松、突然の適切な切り返しに激しく動揺しております。占ってもらいたいことがあるから来たんでしょ。で何。え、いや、それはほら、あくまで占いってのは自分自身の悩みを打ち明けて客観視することによる自浄化プログラムっていうか、身内には話しにくいっていうか、占いってむしろ客の話をいかにうまく聞き出すかにかかっているかっていうか、よりにもよって一松に相談するのはどうかなっていうか。じゃあ誰なら話せるかって言われると、それもまた難しい問題で。ギリチョロ松、あ、いやあいつもダメだな。じゃあトド松、いやでもそれも無理だよ。え、ここの占い師俺しかいないから。そうなの。ますます家賃が心配だから。兄さんには俺に相談するか誰にも相談しないかしかないの。でも誰にも相談しないと、この CD ドラマここで終わって、あとの25分くらいはおそ松兄さんのくっそつまんない一発ギャグ独演会になるから。地獄だねそれ。さあ占いたいことって何。むにょん。あ、むにょん。ああ、だから俺このままでちゃんと結婚とかできるか心配なんだよ。はあ、すっげえリアルで引くわ。そういうお前はどうなんだよ。ちゃんと現実見えてんのか。いいか、このアニメに出てくるレギュラーの女キャラ、今んとこトトコちゃんだけだからな。
仮に誰か俺らの中で結婚できたとして、あと5人どうすんだよ。どう考えたって足りないだろうが。しかもな、イヤミもチビタもハタボーもみんな独身だぞ。ダヨンとデカパンはどうだか知らないけど、でもあの二人結婚してたらちょっと落ち込むな。ともかく日本の大根率は、レンコン、いや、おしんこ率。お腹空いてんの？待って、もうちょっとで出てくるから。もしかして未婚率？うんこ率。一番言っちゃいけないとこ行ったな。いや、なんかうんこ率高いと結婚できないってテレビで言ってた。いや、そんなもんで結婚できないって日本どれだけ末期なの？バカなの？バカ松なの？よせあい。1ミリも褒めてないからね。とにかくそのうんこ率が高いと結婚できなくて、しかもこのアニメの男女比1対10とかでしょ。もう絶望、夢も希望もうんこもない。俺いろいろ考えたんだよ。さつまいもとかヨーグルトとかごぼうとかプルーン食べるとか、ストレッチとかヨガとか、でもいまいち効果なくて。おそ松兄さんはもう考えるのやめて、むしろ生きるのやめて。どうやったら俺の腸は動くの？どうしたら結婚できるのさ？ベインと結婚一緒にしてる時点で無理だからね。こうなったら占いにでも頼るしかないかなって思って。バカだな、おそ松兄さんは。そんなことで悩んでいたのか。一枚中。本当にバカ松というか、ヘド松というか、ダメ松というか、クズ松というか、ゴミ松というか、もう生きていても仕方がない松というか、いっそ5人兄弟になった方がスッキリするんじゃないか松というか。よし、死のう。まあ。ねえ、おそ松兄さん。俺らムツゴはみんな顔が一緒だよな。何今更言ってるんだよ。だったらそれをうまく使えばいいのさ。俺らの中で一番モテそうなのは誰だと思う？トドマツかな。あいつ女子力高いから。だったらさ、トドマツがトトコちゃんを落として結婚すればいいんだよ。え？結婚しちゃったら終わりじゃないか。うるさいな、カズマツ。ここからが大事なところなんだよ。黙って聞け。はい。月曜日はトドマツが家に帰る。火曜日はおそ松兄さん。あんたがトドマツのふりして家に帰るんだ。水曜はクソ松が、木曜日はチョロ松が、金曜日は俺が、土曜日は十四松だ。日曜日くらいはトトコちゃんに休みをあげないとな。ほら、何の問題もないだろ。女子が一人でも俺ら全員ちゃんと結婚できるんだよ。一松、恐ろしい子。でもそれってなんか犯罪的な匂いのするサムシングじゃないこと？これだからおそ松兄さんはヘボ松なんだよ。いいか、そんな男女比だの未婚率だの持ち出すまでもなく、俺らが結婚なんかできるわけないんだよ。だって俺たちニートだぜ。犯罪まがいの手でも使わないことにはどうしようもないだろう。あ、でももう一つ手があったな。何ライバルを減らせばいいんだよ。ちょっと、市松くん？キャー！市松くん！ちょ、真っ暗なんですけど、電球切れたんじゃない？ LED に変えた方がいいんじゃない？光熱費ちゃんと払ってる？市松くん！大丈夫。6松が5松になっても気づかれないさ。同じ顔って便利だよな。あれ？よく考えたら、俺、全く占ってもらってなくね？でもお金も払ってないや。じゃあ、まあ、いっか。よくない！よくないよ！市松くん！俺、なんか、だんだん、一生一人身でもいいかなって気がしてきたよ。それより、兄弟の絆が大事っていうかさ。あ、なんか、お腹痛くなってきた。トイレ！ここ！トイレあるの？